皆さんこんにちは。今回はデュアルブート環境で Ubuntu を 22.04LTS から 24.04LTS に変更してみました。アップグレードインストールとクリーンインストールする方法をそれぞれ解説します。まずアップグレードについてですが、リリースノートによれば 22.04 のユーザーは8月15日にならないと自動アップグレードされないため、5月の現時点で 24.04 を使用するには一度 23.10 に上げてさらにアップグレードをしなければなりません。それではやっていきましょう。ターミナルを起動してアップグレードのチェックを行います。ところがこのような表示が出てアップグレードできません。メッセージに従ってテキストエディタの Nano を使ってアップグレードの設定ファイルを変更してみます。 LTS の部分をノーマルに書き換えます。コントロール X で保存し Y を入力、 Enter キーで終了です。 23.10 は LTS ではないためノーマルとして区別されているようです。無事にアップグレードが始まりました。1時間程度かかります。 23.10 に更新完了です。次は 24.04 へのアップグレードですが、 23.10 にすれば 24.04 への自動アップグレードが提供されるはずですが、見つかりませんでしたので先ほどと同じやり方で進めていきます。アップグレードの設定ファイルを開き、今度はノーマルから LTS に戻してみましょう。最後に C オプションをつけてチェックしてみます。新しいリリースはありません。無理そうですね。解決策は Ubuntu サーバーのページにありました。おすすめされていませんが D オプションをつけてやってみましょう。成功。途中で何度か確認事項がありました。サンダーバードがスナップパッケージになるということです。デーモンの設定ファイルの更新について、今回扱ったアップグレード設定の更新について、対応していないパッケージの削除すべてイエスにしました。無事にアップグレードが完了しました。実動時間は通信速度にもよりますが1時間程度2回、合計2時間程度です。以上でアップグレードの解説は終わりです。続きましてクリーンインストールの解説に入ります。事前準備としてブートディスクを作成しましょう。やり方は別動画で解説しておりますので省略します。起動デバイスの項目で USB を選択します。起動するとなぜかデスクトップ画面に出ました。 Ubuntu Live デスクトップが起動したようです。インストールのアイコンがあるのでクリック。インストールを進めていきましょう。ここで手動でパーティショニングを選択します。さあやってみましょう。レッツゴー。結局、起動不能になりました。今回の試みはまさに、灯籠脳の身の程を知った次第です。視聴者の皆様には、アップグレードコマンドの使用をお勧めいたします。その後 Windows と Ubuntu 24.04 を順にクリーンインストールして、快適に使えています。以上です。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。